こんにちは。青葉クリニック美容チャンネル、看護師の美咲です。今回はレーザー脱毛の前にシェービングが必要な理由や、シェービングを行う際の大切なポイントについて解説します。レーザー脱毛前にシェービングが必要な理由とは、1、レーザー脱毛の効果を最大限得られるようにするため。脱毛用のレーザーは毛のメラニンに反応します。脱毛の前に毛が長い状態のまま残っていると、毛根にダメージが伝わりにくく、脱毛効果を十分に発揮することができなくなってしまいます。レーザー脱毛の効果を最大限得られるように、脱毛前のシェービングが重要なのです。2、レーザーによる炎症のリスクを減らすため、脱毛レーザーを当てた部分のメラニン色素が反応して熱が発生するので、毛が長い状態のまま残っていると熱が発生しやすくなり、肌荒れや赤みの原因になったり、ひどい場合は火傷になってしまう可能性があります。このようなリスクを減らすために、レーザー脱毛前のシェービングが大切です。いつ剃れば良いですか？ジェントルで施術を受ける部位は施術日の前日、ラフィーユで施術を受ける部位は施術日の3日前に剃ることをおすすめしています。脱毛を受ける当日にシェービングをしても大丈夫ではありますが、シェービングの刺激で皮膚に炎症が起きてしまったり傷ができてしまうと、その部分にはレーザーが当てられなくなる可能性がありますので、前日までに済ませることをおすすめします。4日以上前にシェービングすると、脱毛当日に毛が伸びてしまう可能性がありますので、期間は空けすぎない方が良いです。おすすめはカミソリよりも電気シェーバー。電気シェーバーはカミソリと比べると肌への負担が少なく、切り傷を作る心配も少ないです。脱毛前に傷ができてしまうと、その部分にはレーザーを照射できなくなってしまいます。安全性と使いやすさを考えると、電気シェーバーがおすすめです。電気シェーバーで剃れない部分はカミソリを使用するのが良いでしょう。綺麗に剃るためのコツや詳しいシェービング方法についてはこちらの動画をご覧ください。毛抜きやワックスを使って毛の処理をしても良いですか？レーザー脱毛で使用するレーザーは毛のメラニンに反応しますので、毛抜きやワックスや除毛クリームなどを使って毛の処理をすると、レーザーが反応するメラニンが少なくなってしまうため、十分な脱毛効果が得られなくなってしまう可能性があります。レーザー脱毛前の毛の処理は電気シェーバーやカミソリで行うようにしましょう。シェービング後はしっかり保湿。シェービングをした後の肌は一時的に乾燥が強くなることがあります。シェービング後は化粧水や乳液やクリームなどで保湿することをおすすめします。乾燥が強かったり、乾燥による肌荒れが起きている場合は、レーザー脱毛を行うことができない場合もありますので、シェービング後はしっかり保湿を行いましょう。青葉クリニックでは、シェービングの時間も施術時間に含まれているため、剃り残しのシェービング時間が長くかかってしまうと、その分脱毛を行う時間が少なくなってしまうため、ご希望の部位すべての照射ができない可能性が出てきてしまいます。
このような事態を避けるためにも、ご自身でシェービングできるところは事前にしっかりとシェービングをしていただくことをお勧めいたします。ご自身で剃れない背中などはご家族やご友人にお願いできる場合は剃ってもらうのが良いですが、それができない場合は背中上部、下部、うなじ、お尻、O ラインのご自身で剃ることが難しい箇所に限り、それぞれ1部位ずつの別料金でシェービングの時間を確保いたしますので、事前ご予約の際にお申し出ください。今回はレーザー脱毛の前にシェービングが必要な理由などについて解説しました。この動画が脱毛をお受けになる方の参考になりましたら嬉しいです。青葉クリニック美容チャンネルでは今後も美容に関する情報をたくさんお届けしていきます。この動画がいいと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。